学校法人森友学園は大阪市淀川区に本部を置き幼稚園を運営する私立の学校法人である。1950年4月1日森友博士が塚本幼稚園を創立1953年8月25日大阪府の認可を受けた。1971年3月18日学校法人森友学園が設立され塚本幼稚園は 学校法人格を有する幼稚園となった。2017年4月21日、大阪地方裁判所に民事再生法の適用を申請。申請時点での負債額は約16億6500万円。同月28日に大阪地方裁判所より再生手続き開始の決定を受けた。大阪市淀川区塚本にある私立学校であり、教学校である。 1950年、私立学校法人初の幼稚園として開設。1953年に大阪府の認可を受けた。2017年3月30日、新理事長に籠池長老が就任し、教育方針の見直しに厳命。教育方針日本の伝統や文化に重点を置いたカリキュラムの中で愛国心等を育むことを目的とし、 教育直後を導入している。園長は、阪神、淡路大震災が発生した際、人々の行動には、教授があったとし、その教授を育むことこそ教育であると考え、教育の根幹を十二の特目に置き、教育直後の導入を始めたという。ソロの方針により、日の丸を掲げ、君が用を成唱している。2014年4月に、安倍昭恵首相夫人が、 同園の視察と教職員研修で訪問した際、園長の籠池康則が、首相の安倍晋三は、どのような人物かと園児に問い、日本を守ってくれる人と答え、秋江夫人は、ありがとう。ちゃんと伝えますと涙を浮かべながら述べたとし、同幼稚園を愛国幼稚園であると、産経新聞は2015年に1月8日付で報じた。二0十六年十二月九日に、 全園長の籠池康則による伝統的な日本人としての美徳を子供たちに学ばせるという方針に基づき、園児たちに教育直後や五カ条のご生文を唱えさせている教育について、ロイター通信社は戦前教育と報じた。評価、批評水保の国記念小学院は大阪府豊中市に所在する未開校の私立小学校であり、 2017年4月に開校を予定していた。前、森友学園理事長の籠池康則によると、礼節を尊び、愛国心と誇りを育てる教育を目指し、森友学園が運営している、幼稚園で園児が身につけたことを卒園後も持続させるため、小学校の設立を計画していると述べている。校歌として、ああ青春の胸の血は、を予定していた。 安倍昭恵は設置認可申請中の一時期、名誉校長であったが辞任している。2016年6月に、大阪府豊中市の国有地を小学校建設を目的に森友学園が購入した際に、価格が評価額の14%で払い下げられたこと、安倍晋三記念小学校名目で寄付金を集めていたこと、学校の教育方針などについて、2017年2月に、 報じられた。2017年2月9日付け朝日新聞では、売却額が同規模の国有地に比べて1割程度であるとし、売却額が公表されていないのは例外的であるなどと報じた。2017年2月27日に衆議院予算委員会で森友学園による国有地取得や運営する幼稚園の運動会における園児の先生が、 取り上げられ、安倍晋三首相は不適切との認識を示した。安倍首相は、この学園の活動や幼稚取得に関する関与を全面否定している。小学校の建設をめぐっては、認可の見通しが薄く、幼稚園への影響も考慮し、早期に解決を図るためを理由に2017年3月10日に、認可申請の一時取り下げを表明している。認可申請取り下げにより、 3月12日に財務省は、さら地の土地返還を求める方針を発表した。2012年、学校法人森友学園の要望を受け、大阪府が私立小学校設置認可基準を緩和。2013年9月に、学校法人森友学園は、大阪府豊中市の国有地の取得を財務省近畿財務局に要望。2014年10月、学校法人 森友学園は大阪府庁に小学校設置認可を申請。2015年5月29日、10年以内の売買契約を前提に定期借地権契約を締結された。2015年9月4日、学校法人森友学園による私立小学校の校舎及び体育館の建設計画が国土交通省平成27年度サステナブル建築物等。 先導事業の採択プロジェクトに決定した。2015年12月に本体工事の着工。2016年3月、学校法人森友学園が地中の大量のゴミの存在と土地を買い取る意向を財務省近畿財務局に報告した。同年6月、土地評価額からゴミ撤去費用などを差し引いた金額での売買契約が結ばれ。 土地の評価額を9億5600万円、ゴミ撤去費用を約8億2000万円とし、評価額からゴミ撤去費用などを差し引いた1億3400万円で森友学園側に売却する契約が結ばれた。2018年3月2日、財務省が国有地売却に関する決裁文書を書き換えた疑いがあると朝日新聞が報道した。麻生太郎財務省は、 試験の捜査に影響を与える可能性があることを理由に答えは差し控えると述べた。その後、理財局長在職時に関係者であった佐川仙久志国税庁長官が3月9日に辞任を表明、辞任取材では書き換え疑惑について捜査を受けている立場なので差し控えたいと述べた。3月10日、財務省は決裁文書の書き換えを認める方針を固め、 3月12日に国会へ報告すると報じられた。学園に不当に安く売却されたとの根拠は、小学校建設予定地の隣接地である野田中央公園を建設するのに、豊中市が2010年に近畿財務局から14億2300万円で購入したとして、森友学園への売却額の約10倍だったことからだと説明されてきた。しかし、 豊中市による当該の土地購入にあたっては、国庫補助金が財源として当てられており、豊中市の実質負担したのは2134万3000円だけであったとされる。2010年10月12日の豊中市議会建設水道上任委員会では、豊中市が当初は負担する土地購入予算は15億455万円で、 実際の契約金額が14億2386万円となっていたのが政権交代後に政府が国庫補助金と合わせて14億262万円が補助金が投入されることで豊中市は当該の土地を市の一般財源で払える額のに124万300円だけで購入することができるように市の財政負担が激減されることになった旨町づくり 推進部士が一整備室長から答弁があった。そのため、質疑者である公明党の岡本清次議員は、一般財源で購入することができたと、夢みたいな話でございますが、これはどういう加減でタイミングよくこうなったか、わかりませんけれども、政権変わったからこうなったかどうかわかりませんがと、理由を不明としながら、どちらにしても当初は、 理事者も頭を悩ませておった大変大きな金額でありますが一般財源で買えるといったいいチャンスに恵まれたんではないかと思っておりますとしているビジネスジャーナルは比較の対象された土地が約14億円で売却されているものの民主党政権時の補助金で市の購入負担は約2000万円だけだったことから森友学園が不当に格安で 国有地の払い下げを受けたとする前提が崩れると報じている。ビジネスジャーナルで須田慎一郎は9億5600万円は不当に高い都市、土地を手放したい財務省側が大阪府にプレッシャーをかけたと考えるのが妥当ではないかと述べている。2017年3月16日に参議院予算委員会が籠池康則に聞き取り調査を行い、 籠池康則が2016年9月頃に夫人の安倍昭恵を通して受領したとする安倍晋三からの寄付100万円は建設費の一部であると主張し、同日午後に菅官房長官が安倍首相が寄付したことはないと籠護池の発言を否定した。翌17日には菅官房長官が安倍昭恵が寄付していないことを確認したとして、夫妻ともに一度も寄付したことがないと発表した。 3月18日に森友学園側は傍証として100万円を入金した際の郵便局の振り替え事業表を示し振込用紙の依頼人欄に修正テープの上から手書きで森友学園と書かれ透かしてみるとホワイトの下に手書きで安倍晋三と書かれていることを公表したまた籠池長老は2015年9月5日に 安倍昭恵から受領した寄付金100万円を7日月曜日に別の職員が郵便局で入金したと主張した。3月23日の承認喚門で、籠池康則は安倍昭恵と二人きりの時に首相からの寄付であると言いつかり、匿名でお願いします、と100万円の入った封筒を受領したと主張した。振込用紙の依頼人欄には安倍晋三、匿名、 森友学園、大という四つの単語が手書きで書き込まれているが、承認関門で、籠池康則は、振込用子全体を副園長の籠池の妻が書き、郵便局で書き直した、安倍晋三、匿名の文字は、学園の職員が書いたとした。3月28日に、自民党総裁特別補佐の西村康都氏は、安倍明と二人きりになった、匿名にしてほしいと言われた。 安倍昭恵に100万円の寄付受領に関する留守電を残したという籠池の証言についても昭恵自身が主張する内容と異なっていると述べている。承認関門における籠池の発言については複数の自民党議員が偽証の疑いについて言及し、一方、籠池は偽証ではないとして抗議文を送っている。一方、籠池夫妻の息子の籠池か茂氏は安倍総理から 籠池夫妻に100万円の寄付があったという話は、菅の菅が書いたシナリオであり、劣造であると主張している。振込用紙の筆跡鑑定自民党は、森友学園が提示した郵便局の郵便振り開票の筆跡鑑定を複数の鑑定人へ依頼し、富士テレビ系情報番組直撃ライブグッディでも筆跡鑑定の結果が公表された。直撃ライブグッディ での鑑定結果は、匿名、大の字は90%の確率で、籠池の妻の字であり、安倍晋三の字も、籠池の妻の字に、告字、森友学園は、籠池の妻ではない、と発表している。批評自民党総裁特別補佐の西村康稔氏は、筆跡鑑定の結果を踏まえると、籠池が、承認関門で100万円を郵便局で振り込んだのは、 学園の職員であるという証言と食い違うために、籠池の妻が入金した可能性があるとし、郵便局の振込用紙の依頼人欄に書き込まれた、安倍晋三、匿名、森友学園、大という4つの単語のうち、籠池の妻の可能性が90%とされる、筆跡で、大と書き込まれている理由については、籠池の妻が、大阪府と書こうとして、大とだけ書いたのではないかと述べている。 受領したとする寄付の返金騒動2017年6月21日に、籠池安則が受領したと主張する寄付金100万円を返すため安倍昭恵が経営する居酒屋を訪れたが店側から拒否され、安倍の自宅を訪ねたが断られている。この時、籠池は取材人の前で100万円と主張する紙の束を公開したが、産経新聞記者の安倍隆費は、 束の両面2枚のみが本物で、その間の98枚は、お札ではなく白い紙に見えたと主張している。7月1日に、秋葉原で行われた、安倍晋三による、都議選の街頭演説にも、100万円を直接渡す、ためとして、聴衆の一人として参加している。承認官も2017年3月23日10時から、参議院予算委員会、 14時50分から衆議院予算委員会の各2時間の承認喚問を受けた。承認喚問後、日本外国特派員協会に対して記者会見を開き、海外メディアでも報道された。2017年3月28日に自民党は承認喚問での籠池の証言について、偽証の疑いが濃厚とする検証結果の記者会見を行った。 これに対して同月31日付で、籠池の代理人弁護士は、この検証結果の内容は法的根拠を欠くもので名誉毀損であるとし、発言を撤回するよう求める抗議書を送った。民進党ヒアリング2017年4月28日に国会内で民進党による籠池康則へのヒアリングが行われた。籠池によると、 2012年頃から安倍昭恵と会話を交わす機会があり、2014年に突然、財務省が定期借地に前向きな姿勢に転じたとしている。定期借地契約の交渉の席では、財務局が賃料にはストライクゾーンがある。上は2700万円、下は2100万円と述べたとし、籠池が2100万円を要望したとしている。 安倍昭恵には20回ほど電話したことがあると述べ、妻の電話の回数は数えきれないとしている。近畿財務局から手順と申請書類の案文を示され、土地取引はスムーズに動くであろうと安堵したと述べている。3月23日の籠池康則の証人喚問で籠池が口止めとも取れる内容のメールが安倍昭恵から送信されたと発言したことを受け、24日に 秋江夫人と籠池の妻とのショートメールが公開され、安倍晋三が3位に予算委員会で、妻のメールにやましい内容がなかったとし、政治家の関与がなかったことが明らかになった、極めてもう一度申し上げますが、極めて遺憾、悪意に満ちたものであると申し上げたいと籠池を批判している。放送法遵守を求める視聴者の会は、テレビ報道の問題点の一つとして、 森友学園問題をめぐる辻元清美、元国土交通副大臣の3つの疑惑に関する報道が少ないと主張している。水保の国記念小学院に関するカテゴリー、塚本幼稚園幼児教育学園に関するカテゴリー、ありがとうございます。